うちさ、今回隣に妹が乗ってます。音楽に正解とかなくない？ない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 。 SNS なんかジャンクフードって感じやな。あいにくの雨でキロについてます。すごいね。まあでも写真はちょっと撮れたんで多分間に載せてると思うんですけど、妹子はしょんぼりせっかくここまで来たのに。そう、大雨です。3時間かけて来て飯食って軽く見て帰るだけです。まあしゃあない、しゃあないね。てか雨の日の出かけるのすごく出てくる。さすがにこれは想定外や。せやな、ね、えぐい。ちょ見せようかマジで。雨です。ごっついマジで降りすぎ。まあ話はかなりまた違うことを言うけどさ、どう仕事？仕事が遊び、遊びが仕事。まあじゃあとりあえず朝寝るのね。休むって寝るんだ。だから開けたい？あ、やっぱ別に運転中ですね僕。そうそう、だから別に寝てない。で喋ったり喋ったり喋らんだろ。てな感じでいつも聞いたが始まります。わがままやねって自分。え、してね。なんか久しき中にも礼儀ありですよ。何時？うん。遊びが仕事、仕事が遊びとか言ってんだよ。まあね、これを機になんか聞きたいことあれば、まあ今度また誰かと Vlog を撮るときにこれ聞いてほしいですとか。え、コメント来る？くるくる。応援してますとか、このリピートでお願いしますとか、下手くそとか。ちゃんと応援のコメントとかも読んでるし、長文が来た時は返そうと思って。なんせとりあえず今度はまたどっかのタイミングで Vlog を撮ると思うので、その際にでもこういうことを喋ってほしいみたいなのがあれば。普通に疲れてこうやってでもさ、機嫌悪いみたいな感じで来るやん。こっちは疲れて眠たくてこうやってだけやって、こうやってても見えへんねってこっちに。みんな、まあ、いかがでしたか。ちょっと雨でちょっといろいろ行けたかったとこ行けてないけど、行けなかったですね。まあまあまあ、雨のおかげで行きたかったカフェも閉まってたし、雨降ってきて外にも出れなかったし、ただ行きたかったとこ一個も行けてないです、実は。帰りもトークします。まあ次回どうなるか、その第2弾が誰となるかはまだ未定で、まあ、行き当たりばったりなんで、そんな感じです。うん、よろしかったですか。はい、よろしかったです。まあ、また実家帰った時に撮るかもしれないし、シェイシェイ、うん、まあ、彼女できたんで、彼女撮ってるかもしれないです。聞いてない、言ってないもん。はい、以上です。ありがとうございます。え、終われない終われない。ビッグアップ。終われないんですけど。で、シャナシャナ言って。シャナシャナ？シャナシャナ。なんて言った？恋愛観を話したかったね、うちは。ああ。究極の二択みたいなやつよくやってんねん、友達とうちは。なんかよく意見分かれるよねみたいな。まあ例えば男女の友情成立するしないとか。はいはいはい、ね。そういう話をしていきたいなって。はいはい。なんで？思ってます。どうね。テンション上げてこ。じゃあ一個目、男女の友情成立するしない。どこまでを男女の友情と捉えるかによって成立する。ね、やばすぎ。でも成立すると思うよ。成立するってうちは思ってるけど、うん、これもし隣におるやつがせえへんと思ってたらもうそれはしてないと思う。ああ、それで言ったら成立せえへん。どういう人がタイプ？好きな人。そういうおもんない回答じゃなくて普通に具体的に。なんて言うの、おもろいとかおって楽しいとか安心感とかがないと、うん、自分の心のキャパがオーバーするとなんかしんどくなって切っちゃうねん。え、デートさ、どっち決める派？決められる派？いや、向こうが出かけようって言ったら出かけるっていう。いやいやってなったら、じゃあ今日は家よかって。一緒におったら何でも楽しい。そうそう。え、じゃあ浮気はどこから？隠した時点で下心とかあるんやったら浮気。なんか YouTuber が、うん、男は浮気するよみたいなって言ってて、まあまあまあ、でうちも理解できるっていうか、まあ、あのなんか賛同はしてないけど理解はできんねん。そのなんか同じく、それは分かる。
男って浮気するってマジで思ってんのうち、うん、その、まあ、9.5 割ぐらいの男は浮気すると思ってるけど、これ身内で考えた時、お兄ちゃんとかお父さんとか浮気してるって考えた時、ちょマジでゲイ吐きそうなんで、ね、分かる分かる。ただ1000といけない。いや1000って、そうなんか、いや分かる、1000って言うよそんな、みんな。でそれはね、ちなみに聞く、家族はどうなの、妹子はどう思うかっていう。もしじゃあその状況にあったとしても男側は言わんやろ。まあそうね、黙っていくやろ、まあ、だから彼女は、例えば自分の彼女が付き合いでホスト行くことになったって言われたら俺嫌やもん。ってことはやめた方がいいな、うん、そりゃそうか。相手の友人と交流する、しない、する。なんなら俺友達いっぱい増やしたりしてるから、人脈広くて問題ないでしょ。うちマジでこれクリアしてるやつ、え結構ええ男やと思ってる。酒雑魚、酒雑魚、これ付き合ったら友達に紹介する、あれするする、 SNS に載せてくれる。載せへんな、うちさ、うん、めっちゃ理想高いなお前ってめっちゃ言われんねん。年上の高身長で、まあいいやないかい、けど、いや性格は全然ちゃうねん、変わってる人が好きやねん。次最後にしようか。なんかさ、友達ですごい精神が不安定な子があって、うん、その子はちょっと複雑で、家庭環境が影響してるんかもしれんけど、親が自分を産まかったら自分はこんなに不幸になれなかったってことよく言ってんねん。うちはそれが理解できひんくて、でもその理解できひんのは家庭環境、育ったない環境によるやん。え、どう思う？自分のこう思うって信念をその子に強要しようっていうわけじゃなくて、世の中にはこういう子がおるんだってことをうちは知らなかった。第一に、まあ、親に産んでくれてありがとう、うちはな、そう思って、うちが親に思ってるから、まあね、俺も同じやねんけど、まあ、その下幸せの定義って人それぞれやから、うん、一概にこうだなって思えへんけど、でうちは思うねんけど、こういう考えの方に出会ったことある？あるよ、ある。反論したことある？反論できへん。だから人には人の地獄があんねんって、それを理解はできへんよ、寄り添うことしかできへんから、うん、私はもっと幸せになりたかったなんて誰でもが思う、それは幸福の追求やんか、うん、だからそう見捨てれない。うちがその子と親友やったからこそ、それを地獄やと思ってほしくなかったよ。じゃあうちと今おるこの瞬間も楽しくないってことって思っちゃったよ、その瞬間に。ああ、俺はその僕がなんか しんどいとかもう死にたくなるとかって時に思ったのは、じゃあこいつとおった時はめっちゃ楽しませようって思ったし、うん、死にたいと思ったことある？あるよ。行動に移そうとしたことある？あるよ。だからよ、だから俺はそっち側も分かるし、その子の言ってる地獄も分かる。でも同じ地獄じゃないから、うん、なんかその実際その子は自殺をしようとして、うん、まあ、飛び降りたと言ってるし、うん、だから俺は一概にそれを否定する責任はない。一概にというか絶対に、経験してないやん俺らは。 100% 理解ができへんのに否定をしてしまったらあまりにもって思っちゃう。だからほんまに人のキャパによるねんって、全部環境にもよる、うん、それがずっとやったらほんまに辛いんやと思う。なんで生きてるんやろってなるよそれは。まあまあそんな感じです。ちなみにお前のインスタはここですなんてのっけへんから。やめて、絶対ほんまにやめて。 QR コードやめて。じゃあまあまあこんな感じで、じゃありがとうございます、運転長らく。まあ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 、この動画が上がった次の日はまたいつも通り上がってると思いますので、うん、そちらもまたチェックよろしくお願いします、はい、私の おすすめのアーティストはフェティワップです。てか載せときます。これやりたかった YouTube で、私のおすすめアーティスト。恥ずかしいわ、やめとけよお前まあそんな感じです。今日はここまでにしておきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、なんか無茶言って申し訳ない。以上、画面の奥の前目にビッグアップ、ピース、バイバイ。